背番号5番小松健太、地元長野県出身の選手として本当にサポーターの皆さんにも人気ありますが、はい、子供の人気もありますね。自分の名前じゃなかったです。そうですねやっぱりね、中盤の選手でしょ、周りが冷静に見えてるんです。視野が広いですね。視野が広いんです。いや、全然広くないです。どちらかというとボールをガツンと取りに行きたいんですよね。全然周り見えてないんで。それは誰に怒られるんですか。いや、見ないか。見ないか。個人的な目標として今年はいかがですか。まあ、とにかく試合に出て、しっかりチームに貢献したいなと思います。今年のキャンプというのは全体を通して、まあ、長かったと思うんですけども、いかがでしたか。そうですね、まあ、今までで一番きつかったかなと思います。どんな目できたんですか。いや、シャトランをよくやるんですけど、はい、今年の目には一番きつかったと思います。ただその分手応えも。そうですね、まあ、きつかった分走るようになったのかなと思うんで、まあ、楽しみにしてください。昨年は走り方も変えたというような話されてましたけども。いや、変えたんですけど、なんか 50m 差上がったらチームで一番遅かったんでまた改良したいと思います。新しい姿をまた見せてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして背番号6番岩沼俊介。キャンプ中に少し怪我もあったようですけども、現状いかがでしょう。あ、もう大丈夫です。今シーズンは個人的にはどんな目標を立てられますか。まあ、試合に出て J1 昇格できるように頑張りたいです。各選手とのコミュニケーションというのはいかがなんでしょう。新しく入った選手は、まあ、まずまずこれいかがですか。いや、ほら、去年は新加入だったわけじゃないですか。もう1年経っても全然気持ち違うんじゃないですか。そうですね、去年初めての移籍だったので、はい、まあ、緊張はしてましたけど、まあ、今も緊張してます。今だから話せるところで言うと、去年の今頃はどんなこと考えたんですか。なんかこいつら早く仲良くならないととか。そういうこと考えてた。はい、今日1年前はまあ、話しかけてくれるのを待ってました。あ、でもそうですよね。ぶっちゃけ誰が一番結構早めに話しかけてくれたんですか。まあ、みんな、はい、かけてくれました。じゃあ逆に今年はバータンチ選手にご自身が声をかけたいとかも。まあ、もう今も待ってます。基本待ちの姿勢という。なるほど。プレースタイルとは違うんですね。はい。まあ、本当に各選手の、ね、特徴があって面白いですけれども、はい、はい、今年も頑張ってください。ありがとうございました。続きまして、背番号は8番、岩上裕三。昨年47番が今年は完全移籍で8番に変わりました。はい、改めてその8番いかがでした。つけてみて。特にもうやはり完全移籍して松本に来たっていう覚悟はあります。まあ、その原動力となったのはどんなことだったんでしょう。松本山に完全移籍しようと思った原動力。サポーターの皆さんの熱い声です。いや、だって去年ね、途中から入ってあれだけ声援されたりするとやっぱ燃えるというか、それはやりますよね。そうですね、自分でやってて気持ちがいいです。そうなんですね。ロングスローもいつもよりもちょっと距離が2メートルほど伸びたりとかねしますもんね。そうです、
でも今シーズンはシーズンの頭からもチームに参加してますから、やっぱりちょっとこう去年とはまた違った気持ちじゃないですか。そうですね、まあ、スタートから合流できてるので、はい、まあ、いいスタートを切りたいなと思いますね。じゃあもう3月からもいきなりもう全開で頑張ります。お願いします。はい、ありがとうございました。岩田選手でした。ありがとうございます。続きまして背番号11、木山浩平。はい、お願いします。こんにちは。今年は選手会長です。はい、キャンプ中はどんなリーダーシップを取られましたか。え、特にないです。え、選手会長になったらあれやろうとか、これはやらなければいけないみたいなのも特にこう引き継ぎとかもなかった。特に、はい、普段通り過ごしてます。普段通りってどんな感じなんですか。いや、あの盛り上げて盛り上げます。どうぞ。だって別に選手会長何がおもろいねん。選手会長って言われて別にもうや何人か言わなくてもみんなのやりますもんね。はい、あのみんなすごい優秀な人たち。ただその例えば合宿中とかでなかなかね一緒に住んでますから直接言えないですけど、あえてこの場ですから多分ちょっとこの選手にこれだけ言っとこうみたいなのあれば言っちゃっていいんじゃないですか。そうですね、はい、最初の合宿は海馬君と一緒だったんですけど、はい、海馬君と飯尾龍太郎なんですけど、はい、海馬君がいつもお風呂ためてくれてで、お風呂掃除も毎日してくれたんで、あのこの場を借りて感謝をした。じゃあ、勉強になってありがとうございました。まず、一緒に行きましょう。ハイマ選手の前、正面に行きます。ちゃんと行きましょう。ありがとうございました。すごいっすね、優しいっすね、はい、優しすぎて、なんか裏があるんじゃないかなあ、なんかちょっとわかるな。なんかそう、わかります、わかります、はい、なるほど、いろいろなストーリーが聞けます。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、背番号15番、岩間雄大。松本山に完全に、はい、どんなシーズンにしたいですか。まあ、もう今は試合に出て自分はチョコに出て、はい、神戸開幕戦は福士長崎です。どんなところ一番楽しみですか。いや、まあ指定選手に行ったり、はい、この選手には絶対負けたくないという選手。まあ去年ずっと新婚ジャパンでは井上雄大には負けない。そしてアルミンで緑のユニフォームでプレーしますね。いかがですか。いや、もう本当に、まあ、こんだけ多くの方に応援してもらえるともう楽しみでしょうがないです。ぶっちゃけ、敵チームとしてそのアルミンに乗り込んでくるわけじゃないですか。その時は本当に正直です、どんな感じに思ってるんですか。いや、もう完全アウェーだなっていう。あ、ちょっとやっぱりすごいやりづらさというか圧倒される感じがあるんですね。で、今年はそれがあの味方になるわけですけど、はい、楽しみですね。はい、ね、もうなんか盛り上げてほしいですね、先生とか、サポーターの皆さんにもね、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。続いて、背番号17番、ユン・ソンヨル。お願いします。はい、お願いします。ユン君は日本語ペラペラです。答えがもうペラペラじゃないですか。もう全く困ることはないですか、日本語で。あ、まだありますか。最近困ったシチュエーションは。いっぱいあります。お買い物の時とかですか。自分が持ち物だけ買えていかないんですか。ああ、そうですね、持って行って、はい、持って行ってですね。でもあの外国人の方って結構テレビとかで日本語を覚えたりされるんでしょ。そうです。なんか好きな番組とかでどんなの見てるんですか。アニメーションとかよく見ました。え、なんですか。
ナルトとか。あ、アニメ。あ、アニメ。アニメのナルトとかを見て、どこ日本語を覚えたりとか、はい、そういうことしてるんですね。好きなセリフとかあります？ナルトの好きなセリフとか、うん、セリフ、あの好きなキャラクターとかいるんですか？ナルトです。なんかラーメンが大好きみたいな。違います、キャラクターですからね。はい、ありがとうございました。今年も頑張ってください。そして背番号24番タッタイル、はい、今年はキャンプのヨーヨーテストで素晴らしい数値を叩き出したということで、かなりあの体力面オフの時に頑張ってきて、すいません、通訳お願いします。通訳もしてくれるんですね。質問と答えがちょっと変わってる感じです。それいきなり通訳してくれって言われてもなかなか難しいですよね。難しいですか。はい。そうなんで、ヨーヨーテスト数値が高かったです。で、あのオフの時に韓国で頑張っていたんですか。いや、全然しないです。ジョギングだって。おい、日本語で答えた。あの、例えば、サポーターの方から、例えば、韓国語で、こうやって言ってもらったら嬉しいみたいなことってあるんですか？あとでゆっくり、はい、参照していきたいと思います。すみません。はい、ありがとうございました。お待ちしてました。すみません。はい、ミッドフィルダー前半の皆さんでした。さて、続いては後半の皆さん呼んでいきます。はい